伊達市の農産物直売所未来100歳館うめえで。1週間ほど前からスペースを広げて販売しているのは長ネギや大根などの鍋用野菜です。だんだん寒くなってくる時期ですので、皆様で鍋を作って食べていただければなと思います。中でも目を引くのは鍋料理に欠かせない白菜。店頭に並び始めた2週間ほど前は1個400円から500円でしたが、最近は出荷数も増え150円から400円と手頃な価格になりました。例年通り丸々と大きく育っているということです。頑張ってお野菜の方を作っていただいてですね、結構質のいいものをお店の方に出していただいておりますので、自分の目で見てですね、選んでいただければなと思います。6日には県内の JA 直売所の特産品を集めたイベントも予定されています。見るだけでも、あ、この地区にはこんなものがあるんだと楽しめるようなイベントとなっておりますので、来ていただければなと思います。